ブランデンブルク級戦艦は、ドイツ海軍が第一次世界大戦前に竣工させた一番目の全土級戦艦の艦級である。本級の武装、装甲配置を示した図。当時のドイツ海軍は、港湾防御の装甲艦か、外洋航行の困難な解剖戦艦しか持てない、未熟な海軍であったが、1890年計画艦で、初めて戦時に洋上で、 敵戦闘艦隊と交戦が可能という前提で設計されたのが本級である。当時のドイツ海軍の仮想敵国はイギリスと海洋国家の私有を競っていたフランス海軍で、また情報も多く入ってくる都合上、フランス式の様式でまとめられた。計画の出た1890年には、フランス海軍では艦隊総甲艦アミラル防弾級が巡航しており、 本級の基本デザインコンセプトはこの間を可能な限り模倣することで始まった。船体形状は、きついタンブルホーム型の単船主導型船体を採用、艦首から新設計の40口径28センチメートル砲を、路砲等形式で連装砲とし一番主砲塔を一機司令塔を組み込んだ。 ソー環境、円柱状のミリタリーマストと日本煙突を挟み込まれるように建てられた戦闘環境の両側は関西艇置き場となっている。この関西艇置き場の内部は複方の10.5センチメートル単装砲の方角に当てられており、片元3門ずつ計6門が装備する。その後部に第一看板より1段分下げられて中部看板となっており、 そこに上に2番手砲塔として35口径 28cm 砲を後ろ向きに1機配置した。その後に居住スペースを兼ねたボートスペースとなっており、運用は前ミ水ン基部に2本ずつ付けられた棒状のボートクレーンで上げ下しされる。水ンもミリタリーマスト方式で、その背後の後部甲板上に3番手砲40、口径 28cm 砲が連装砲で1機。 配置された。主砲塔の配置には特色があり、1番砲塔と3番砲塔のみ40、口径 28cm 砲を採用し、2番砲塔のみ35、口径 28cm 砲を採用している。口径の違う砲を痕跡した理由として、2番主砲塔は前後の上部構造物に挟まれ、同口径砲を採用すると居住区と、 複方スペースを削減する必要があるため一回り小さい方を選択したためと思われる。ちなみに、オリジナルのアミラル防弾球では3機とも28、合計37センチメートル炭装砲という、当時のレベルでは未曾有の大口径砲を採用しているが、本球ではドイツに大口径砲を作成する技術が足りなかったため口径の小さい砲を多数搭載する選択をした。また、 同じ2 8トル方を6門積むことから、本級は、土球戦艦の走りと紹介される資料もあるが、前述のように光景が異なることから、土球戦艦と称するのは、いささか不適当で、むしろ本級は準土球戦艦に近いものである。また、本級の主砲塔は完全な砲塔形式ではなく、路砲塔である。砲牙の戦回部だけを、円筒型装甲で、多い。 砲塔に見える部分は中高径砲弾に耐える程度の防御がなされた軽装甲のカバーに過ぎない。ドイツが建造した新国の二等戦艦庭園級も同様である。最大行革は当時として異例の25度もあった。これは敵陸上施設への局射砲撃を前提としたもので遠距離砲戦を考慮してのものでは断じてない。なんとなれば当時の計算機では 第一次大戦のような遠距離砲戦の弾道計算は不可能である。砲画の旋回方式は列強諸国がローラーを採用しているのに対し、ドイツだけがベアリング方式である。これはドイツ軍艦の伝統となり、最後の戦艦であるビスマルク級まで連綿と受け継がれた。副砲は速射性を重視して35口径10.5センチメートル速射砲を 採用し、全部関西艇置き場の下部に設けられたケースメート砲、各内部に単装砲がで、片弦3門で、計6門を装備した。同世代の列強の戦艦が、複砲にメートルから1 6トル砲を採用しているのに比べて光景が小さいのは、仮想敵国のフランス海軍が多数の水雷艇を配備しており、その襲撃に備えるためであった。 同じく耐水来艇用に、ドイツ軍艦に、馴染みとなる35口径8.8センチメートル砲を8三37ミリメートル機砲を12四45センチメートル、巨雷発射艦6機を装備した。艦隊は、解剖戦艦時代からの伝統である、タンブルホーム方式を採用し、火事は手打だけである。装甲防御は、フランス式を踏襲しており、 水戦下の8割以上を防御した。これは、全体防御方式と呼ばれ、ドイツ戦艦の伝統となった。また、クルフィルスとフリードリヒビルヘルムのみ、クルップ後半が間に合わず、複合後半で、ブランデンブルク以降、バイセンブルク、ベルトからは、クルップ後半を採用芝居以上の防御力を得た。ありがとうございます。